オリジナル曲、鳥取サンドデューンズ。
はい、でここにつけてるイヤリングなんですけど、はい、2人おそろなんですが、そう、はい、あのアーティスト仲間の、日々クリエイトさんでアクセサリーを作っておられる岸本由美子さんに完全オーダーメイドでトリートンのイメージで作っていただきました。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、あともう一つトリートンで、はい、フライヤーを作ったんですけど、うん、そのイラストですね、うん、はい、イラストがうちの娘の猫耳屋が担当させていただきます。した、はい、とっても可愛い、はい、トリートンっぽい絵で、ね、はい、描いてくれてありがとうございます、はい、めっちゃ感動してくれて、もう大好き、はい、そんな、トリートンですが、うん、よろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、1曲目、3曲目、2曲続けていきたいんですけども、はい、せっかくトリトンなので海に関する歌、はい、ですね、はい、海と、はい、あと鳥取の偉大な作曲家、はいはい、が作るふるさと、はい、ね、じゃあ、はい、2曲続けてお送りします。はい、you
来た時に、あ、ふるさとは音楽の時習っとったんじゃけど、まさか鳥取の歌って知らんくってめっちゃ感動した。そうで大好きな歌です。あ、うん、はい、そう歌えて光栄。鳥取を好きになってもらえて、はい、とても光栄でございます。はい、ありがとうございます。で、この感じで次はね、日だまりっていう歌なんですけど、うん、これはゆうたちんが、はい、作詞作曲。そうそう、うん、したやつなので、うん、ちょっとゆうたちんの方から曲説明、ね、うん、紹介、はい、お願いできますか。うん、はい。これはあの、もともとは、この暗い時にあの猫っていうお店屋さんがあって、そこの店主と結
ていた。ですが、ある時、この猫っていうお店の音楽を作ってみたいな。お店のイメージで。はい。思って、お話ししたら、坊さんのばっかり、坊さんのばっかり感じ合いになって、言われて、作ってみたんだけど、歌詞の方が、めっちゃ、まあ、もともとボーカロイド作っていたんですけど、初音ミク、ミクちゃん、初音ミク、初音ミクが歌ったらかわいいだろう、ワードを並べていたら今日かわいい歌詞になってしまった。歌詞になっちゃった。はい、ぜひ聴いてみて、癒されて、癒される、癒される。じゃあ、せっかく猫ちゃんね、猫ちゃんになりましょうか。うちらも猫かな、はい、大丈夫かな、これ放送禁止7分、大丈夫かな、モザイクかかるかも。はい、日だまり、はい、お願いします。
ヘイコちゃん慣れたかな、ミクちゃんに近づけたでしょうか。はい、頑張りました。はい、そしたら、はい、あ、早いものでラストの曲、もう、うん、早いラストですね、はい、ですね、次の曲は、うん、作詞の、作詞鳥取、ごめんなさい、作詞鳥の劇場の中脚本演出をされている中島さんで、作曲はゆうたくんが作ってくれた曲になります。で、一部ゆうたくんがアレンジをした曲になります。はい、自由劇場でみんなで歌った曲なので、はい、なんと今日遊びに来ていただいている自由劇場の先輩、はい、うん、先輩、本当だ、はい、大先輩じゃん、ひかるちゃんに登場していただきましょう。ひかるちゃん、ひかるちゃん、はい、はい、どうぞ。じゃあ3人で歌いたいと思います、はい、自由劇場のひかるちゃん、自己紹介いいですか。私も伊丹さんと村上さん、大黒さんと一緒に役者をやっています、島田ひかるです。今日はゲストで呼ばれました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。元気だね。元気だね。じゃあラストの曲、はい、ゲットフリーダム、はい、お願いします。諦めてもいいのだ、疲れるのは嫌だから、諦めてもいいのだ、傷つくのは嫌だから、とか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 、越えてゆくのさ、どかどかと、自由に向かって
何？お誕生日おめでとう！おめでとう！イエーイ！歌うよみんなであの歌。おう、例の歌、はい、はい、行きましょうか。3、はい。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデートゥーユー。ハッピーバースデーディアユータくん。ゆうたのお誕生日です。はい、おめでとうございます。イエーイイエーイ、おめでとう、おめでとう。歌に歌ろうか。まず、じゃあこれをゆうたちに。よかった。また一緒にライブしましょう。お願いします。はい。トリートン、ありがとうございました。はい、